那覇市西にあるグッドフィットネス。今年4月のオープン当初からモデルも通っているというパーソナルトレーニングジムです。今回はそんなグッドの代表で100人以上のトレーナーの指導にも当たってきた神運転トレーナーに自宅でもできるトレーニングを教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私今1歳3ヶ月の娘がいるんですけど、はい、子供を産んだ後からどんどんなんか姿勢が崩れていってしまって、うん、出産をすると骨盤っていうところが腰が反って緩んだりとか、逆に抱っこしやすい姿勢だったりとかで骨盤が元の位置からずれてしまうっていうところが原因なんですよね。今回は緩んでしまうのを支えるっていうインナーマッスル、体の中の筋肉を鍛えていきましょう。それではじゃあ早速トレーニングやっていきましょう。はい、お願いします、はい、まずは片方の肘をついて横になります。下側の膝を90度に曲げ、もう片方の手は腰に、お尻を浮かせた状態で上側の足を上げ下げ。そう、この時につま先はできるだけ上向けるように、斜め上向けるようにで下ろしましょう。はい、今効いてるのはお腹の今下側の横と上げてる足のお尻をメインで使ってます。左右15回ずつ1日3セット行うといいそうですよ。あ、はい、お尻頑張って、せーの、ゴー。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？すごいですね、本当にプルプル効いてるんだけど、はい、でも神運転トレーナーのでも指導が優しくって頑張れちゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、豊富な知識と経験をもとに一人一人に最適なプログラムを組み立てることがグッドの強み。ただ痩せるだけでなく、痩せた先の見た目に満足するボディメイクを提供します。忙しい日々の中、ほんのひとときでも自分のためにかける時間が豊かなものになってほしいと、設備にもとことんこだわっているそう。週に 1、2回、1時間だけでも心と体を磨く時間作ってみてはいかがですか？番組の内容はウェブサイトオキティブでも公開中。もっと詳しく知りたい方はオキティブをチェック。